ファッションブティックジョイナンバシティ1階。1週間が経ちまして、はい、キスユーも2回目を迎えることができまして、あと楽ですね、ここで頭下げてるだけで。私はもう喋らなくていいって言われてますか。いや、そんなことないですよ。2人でこうやっていくのがこの番組なんですから。しかしまあ2回目を迎えられて本当にありがたいことで、あ、何枚だ何枚だ。おまじないですか。いや、おまじないございませんが、このね、何枚だ何枚だこう言うて感謝してます。大阪ではそういうふうに、うちのおばあちゃんがね、死んだおばあちゃんがもう何かあったら名前だ言うてましたから。日本人っていつもこう名前だって言いますけど ね、あれ南無阿弥陀仏と同じなんですか。そうですよ、南無阿弥陀仏がまあ名前ってというかね、何枚だになってるわけですよ。何枚だ、1枚だ2枚だっていう感じですよね。なんかおかしいですよね。いや、その1枚だ2枚だじゃないんですけどね。だから分かりませんが、南無阿弥陀仏でしょ、その仏が取れて南無阿弥陀仏、何枚だ万歳この流れが分かりませんか、またね、万歳ね、万歳なんですが、ということで、今夜のゲストはですね、爆風スランプの皆さんでございますが、代表でサンプラザ中野さん、どうぞ。こんばんは。もう何枚だにぴったりの方じゃないですかそういう振りだったんですね。そういう振りなんですよ。分かりました。不機嫌ですか。え、とんでもないですよ。背高いですね。ねえ、こんにちは。あ、違いますね。まるまる地頭なんでしょ。え、ね、なんか被ってあるわけはなしに地頭って言うんですか。地頭って言いますよ。ねえ、ズラじゃなくて。普通です、ズラじゃないです。ほうほう、これかっこいいですね、今ね。あ、もうすごい真珠というかね、星がなんかこう あの夜空に散らばってるっていう感じ。そうですよね。さすがだな。さすがですか。僕チューリップ好きでした。あ、いやいやいやいきなりそんなベンチャラよろしいですか。ゲストですから。本当なんですけど、ね、今日はまあね、あのいろいろと面白いお話を聞かせていただけると思いますんで、行ってみよう。あんたしか違いますか。私ならいきまいや。なんか普通決めの言葉でキスユーとかやってよう他の番組でやるんですけど。そうなんです。どうしましょう、やりましょうか。いいですよ、僕は。私キス、僕は慣れてますから、ね、そういうの。あ、そうですか。じゃあ、あんたやってください。私って恥ずかしいですよ、キスユーか。うん、じゃあ行きますよ。みんな見てる？今夜も始まるよ。キスユー。そんな番組ちゃうねん。そんな番組ちゃうねん、これ。騙されたかな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。桃素肌モルセア、桃素肌モルセア、桃素肌モルセア、肌に優しいモルセア化粧品、桃素肌桃のモルセア、桃のモルセア、桃のモルセア、素肌に優しいモルセア化粧品。 Paging Mr. Johnson. Mr. Johnson. I'm Mr. Johnson. Over here. Excuse me. Yes. You forgot your package. Oh, thank you very much. Just a moment, please. It's a birthday present for my daughter. Oh, that's nice. How old is she? 話すってとても勇気がいるんですよね。
だから通じた時の喜びって私の英会話ジオス。ジオス。桜の並木を抜ければビーサイド、この水着の君が みんなは木陰で柔軟体操のふり、僕一人で走る。去年はですね、半年ほど演奏活動を全くこうなさってなかったようですけども、何か理由があったわけですか？6枚目出してですね、でツアーをやって、でテレビとかいっぱい出てたんで、でホランでちょっといろんなことを吸収しようと、お勉強しようってことで、で海外旅行でもしてみようかなってことで。はあ、それぞれがいろんなとこ行かれたわけですか？ええ、杉吉さんは？僕はですね、ジャマイカとか行ってですね、ちょっとレゲエを聴きに行ったりですね、それと中国行って天安門広場とかね、見てきたり、中国のロックバンドがいましたね、中国に。ダンスされながらやってまして、中国にもそのロックがあるっていうのは、もうそれを探し出しましてですね、セッションしたり、いろ情報仕入れたりしてきました。ああそうですか。中国はまだちょっと天安門事件以来締め付けがきつくって、なかなか苦労してるみたいですよ。ほんと上目には出てないけど、でもみんな好きな人たちは、そうですね、バンドが8つあるらしいですけどね。8つしかないらしいです北京では。へえ、でも8つもあるわけですか？あるんですね。感激しました。ああそうですか。へえ、川合さんは、はい、どこ行ってたんですか？私はですね、インドに行きまして、で、あと中野と一緒に、ね、ね、南アフリカ共和国と、あとパリに行って、バラバラでんな、あんた行くとこ、インドから南アフリカ行ってパリ、そうです、でパリでね、あの天安門事件の学生のリーダーだったワルカイシ君という学生さん、今は青年ですね、なんでしょうね、でその彼と会って、でそれからベルリンに行って、ベルリンは4人で行ったんですけどね。
ベルリンに4人で行く理由っていうのは何なんですか。あのね、写真撮りに行こう、ホットポイントツアーをやろうってことを言ってたんですよ。だから南アフリカ共和国でアパルトヘイトの土地を見てみたいと、であとパリでその天安門事件の話を聞きたい、でベルリンの壁が壊れた直後だったんで、でその様子を見てみたい。ほー、結構マジなね、旅ですね。はじめからちゃんと計画してた。マイクを出さない。威張ってマイクを。そうですね。そういう歌を歌ってたんですよ、僕ら。その天安門事件の時のそのリーダーの人がパリへ行ってたっていうのは、そちらへ逃げて行ってはったわけですか。そうですね、亡命ですね。でたまたまその人と出会ったと。そうですね。僕らはその天安門に関する歌を歌ったんで。でいろいろ中に入ってくれた人が、彼に会えるけどどうしますかって言われて、それは会いたいです、はあ、で彼にその歌を聞いてもらいたいっていうことで行ったんですけど、はあ、どうでした、お話されて。22歳の若者でね、あれだけのことをまあ率いたうちの一人ですからね、はあ、やはり非常にカリスマ性っていうんですか、はい、いい男でね、石原裕次郎を若くしたような、はあ、非常にいい男で、僕らも好きになってしまうという、ちゃんと頭も良くてね、いい人でしたよ。まあマジな歌も歌ってはるし、軽い歌も歌ってはるんですけど、根底はみんな4人ともすごくそういうマジな部分って終わりなんですね。さっきから思っててですね、非常にいい振り、このどこに行きましたかっていう順番をこちらから振ってるじゃないですか、でここまではですね、非常にそういう真面目な、旅をしてきてるわけですけど、ね、最後にやはりオチがあるんです。オチが。わさださん。ああ、はい。どこ行ってきはったんですか。ハワイです。あんたらね、大喜利じゃないですから、ね。こっちからずっと行って、そこでそのハワイで終わってますから。あんただけハワイ行ってきはったんですか。何しに。そのベルリンに行って、ちゃんと。ベルリンっていうのはいわゆる、まあ、仕事半分ですよね。そうですね。ハワイは要するに遊びに行ったわけですね。いや、精神修行をね、精神修行しに行ったハワイでどういう具合に精神修行、泳いで、ジェットスキーに乗ってですね、ダイヤモンドヘッドに登って。ジェットスキーもやったの。そこ行ってね。いいね。これで、ご飯を食べて、お酒飲んでジョギングして。すごいですよ。でもあれですね、日本人ってみんな真面目やから、結構休みでもどっか行ってで遊びながら何か吸収しようってするでしょ。それがまあ普通ですけど、あなたはそういう意味で本当に欧米人並みですよね。なんかこう雰囲気もね、ルックスもなんか日本人離れっていうか、そうですね、色男ですもんね。インドへ行ってこられた話聞きたいんですけど、僕もインドへは2回行ったことあるんですけど。あ、そうですか。どちらへ。どちらへって。いや、インド。ずっと北のデリーからベナレス、買ったとかね、アグラとか、あと南のボンベイ、マドラス、だから一番下のゴアとか、ゴアも行きましたし、コモリン岬っていうか、ケープコモリン、一番メインの一番南に行きました。それは一人で行かれたんですか。いや、友達と二人で行ったんですけど。貧乏旅行ですか。そうですね、そんなにお金かけんと行きましたですけど、インドはね、僕まだ一度も行ったことないんだけど、必ず行きたくなる時期があるって言いますよね、誰にも。そうですね、だから僕が一番あっておかしかったのはですね、チャンピオンに会いましてね。で、何のチャンピオン。まあそれを最後に出てきますから。デリーのコンノートプレイスってあるじゃないですか、公園があるんですよ、デリーの都市の真ん中に芝生があって、そこに行って寝たんですよ。そしたらね、人がやってきてですね、揉むんですよ、手をいきなり。で、上手だからまあいいやと思って揉んでもらってて、そしたら今度寝そべるって言うんですよ、背中揉んでやるから。背中揉んでもらうのめんどくさいけど、まあいいかと思ってこうやって寝そべったら、彼がその上に乗ったわけですよ、僕の。でこうやって背中に乗りながら僕のことを揉んでくれてるわけですよ。で、ああ気持ちがいいなと思ったら、もう一人男がやってきてですね、この耳をですね、耳の穴の中にですね、木の棒をですね差し込むんです。ささささって。でもうものすごい怖いじゃないですか、インド組んだりまでって、知らない人に耳の穴に棒突っ込まれるんですから、ね、死ぬかもしれないと思ってね、何するんだお前、やめろって怒ったんですよ。
お前は一体何者だって言ったらね、日本語で、おう、私は耳掘りチャンピオン日本語で答えるわけ、うん、耳掘りチャンピオン、耳掘りうまいって俺は逃げたかったんだけど、うん、ほらやはり彼らもタッグチームですからね、背中に乗ってますからそのまんま耳の穴を掘られてしまったので、お金をかなり取られました。それで本当にうまいんですか。うまいんですよ。うまいの耳掘るのもうまいし、その背中もむのもうまいんですよ。それで東京に帰ってきてインドに、まあ、行ったことのある人たちとお話したらですね、うん、その要するに知ってるかと、うん、耳掘るチャンピオンはお父さんも耳掘るチャンピオンなんだ、うん、おじいさんも耳掘るチャンピオンなんだよって言われて、どういうことなんだろうって言ったらば、それはカースト制度ですから、うん、父親の職業と同じことを、もう代々ずっとそれを、昔から耳掘りちゃんと、うん、そうね、だからカースト制度抜けられないみたいな、抜けられないからそれする、それするからチャンピオンになれるんですよ。そう、どんどん上手くなる、もう追求していきますから、遺伝子に組み込まれちゃいますからね生まれた時からもうおぎゃおぎゃ言いながらもうそれぐらいさ、そうですよ、ずっとやってりゃそう変わりませんけど ね、うん、あれは不思議ですね。それと人間がね、普通は一番偉いと思ってるけど、インド行ったらそうでないことがよう分かるでしょ。牛さんとかですか。うん、牛もそうですしね、車も何も信号なんかあってないようなもんでしょ。ガーババババババ鳴らしながら、日本やったら喧嘩になるのに、それは喧嘩にならないんですよ。そのままで動いてるんですよ。そうそうそう。でハエがこうたかってくるでしょ、あれがすごいですよ。2日も経つともう慣れちゃいますよね。初日はたからなかったでしょ。あ、綺麗だからですかね。ハエもこいつは違うと思ってたからないみたいなんですよ、匂いが違うから。2日目ぐらいからインドのものを食べて、インドの匂いしてくるんでしょうね。ほらたかってきますもんね。で日本のハエやったらこうこの辺たかるでしょ、パッとしたら逃げるでしょ。インド逃げませんよ何をおっしゃいますやらってずっとこう何をおっしゃいますや、動かないですよ。ハエはすごいです。でこう全然動かないほんまに。ああいうとこ行くとなんか分かりますね、ハエも人間も一緒に暮らしてるんだなって。なんともないようになるんです、ハエが。で、あ、俺は悟ったなと思いますね。で日本に帰ってきた次の日にもうハエ一匹寄ったらもうシュッ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 すぐ元に戻りますけどね。そうなんですよね、旅行行って帰ってきてもすぐ元に戻っちゃうんですよね。戻っちゃいますね、うん、だから要はインドから帰ってきても、いや僕は言うてるやつは偽物ですよ戻らない方がおかしいですよね。うん、染まっちゃいますよね。川合さんはどうだったんですか。このいや結局ね、僕もね、ほら行けば人生が変わるとか言われるじゃないですか、インド。で行ったんだけどあんま人生変わらなかったですよね。結局日本に帰ってきて、あのね、伝道師になったわけでもないし、でもまあちょっとあの見識広がったかなって、それもないですよね。川合さんはね、行ったその日にね、僕ボンベイにいたんですよ、その時。で彼デリーに入ってきて、で電話がかかってきて、ボンベイの僕のホテルで、で泣きそうな声でね、長野もう帰りたいよ行ったその朝着いて、で朝はタクシーとか、あと靴磨きの少年とかにもうお金ボンボン取られて、夜にもう帰ろうって決心したんですよそれで長野電話かけてみたら、で同じ日本語が聞けて、でなんか励ましてくれてね、でちょっと頑張ろうかなと思って帰るのみたいですけど行ってもすぐダメな人と、割合平気にスーッと行ける人とあるみたいですね。まあね、どんどんでも慣れていきますよね。食べ物は平気でした。食べ物は平気だったんですけどね、水ですよね、やっぱり。水は飲まなかったんですよ一切、とにかくダメだって言われたから。で、あの普通ミネラルウォーター売ってますよね、あれを飲んで暮らしてたんですけどね、ある時気が緩んでですね、ラッシーを頼んじゃったんですよ。ほうほう、あの牛乳のちょっとこう溶いたようなね、冷たいラッシーを頼んで、でそれ飲んだらいきなり下痢が来ちゃってね、なんでだろうと思ったんですけどね、ラッシーに氷が入ってるじゃないですか、氷が溶けて飲んじゃったっていう、どうやら原因はそれらしくて、すっごい下痢やったでしょ。すごいです、一日動けませんでしたね。はー、もうシャーやつでしょ。そうですよねもうね、お便所に、まあ、もちろん洋式のお便所ですけど、お便所にねこうやって座ってらんないんですよ。こうやってほら普通は普通に座るじゃないですか、こうやってこうやって座っ
ってられないんです、苦しくて。でとにかくこのまんまじゃ用が足せないわけで、こう後ろにタンクがあるでしょ、こうやってタンクにしっかりいや、なりませんでした。私もね、アイスキャンデーでなったんですよ。それダメですよ、ね、よう分かりますわ。アイスキャンデー買って食ったんですか。ええ、それはもう自殺行為ですよ。ほとんどいや、アグラでね、それがね、自転車の後ろにね、こんなカンカンを積んだおじさんがね、アイスクリーンって言ってたんですよ。ほんで大阪と一緒やん、ほんで高谷だ、その晩一緒ですよ。もうそのよう言いませんやん、ゲイリー・クーパーとかビビアン・リーとか、ほんなもうシャーリーマクレーみたいな。ほんでもう1時間に 4,5 回トイレ来ましてね、でその時に本を持って行ってたんですよ、インドを旅する本を。ほんならそのいろんな書いてあるわけですね、これらとか何やかんや書いて、書いて、ほんなら最後にね、アメーバーセキュリティとか書いてあるんです。あるあるある。えそれ読んでみるとね、症状が似てる似てる。で最後に下痢をしながら死んでいくって書いてある。こんな情けない死に方ないでしょ。もう涙も出ませんでしたよ。最近ずいぶん長電話だな。そうなんですよ。新しい彼でもできたんじゃないか。新しい彼でも、新しいカレーできました。預かり号。お父さん、ほら、うまくできたでしょ。ちょっと具が大きいんじゃないか、具が。具が大きい、大きめ野菜のビーフカレー。預かり号。新発売。話にもも、で話にもも、で。どうしてなの、ちょっと教えて。足首あたしもゆりゆり頑張るわ。さすがパールのゆりっ子だ。お問い合わせは東京03-3903-3511。違っていない。
これからもまたあれですか、活動を停止されて旅に出たりとか。いや今度ね5月に武道館やるんですよ。はい、でそれでまた打ち上げ花火で、活動も活発化しようかなと思って。あとアルバムも今作ろうかなね。生まれ変わるっていう感じあるんですか。そうですね、新規一転またそうですね、むちゃくちゃやろうかなと思って。むちゃくちゃこれからもし旅するとしたら、また聞いていきましょうか、ここ行きたいの。僕は韓国とかですね、近くのなんか一番日本に近いところをずっと回っていきたいなと。はあ、はあ、さん南米にトライしてみたいですね。南米ね、ペルーとかちょっと怖いですけどね。はあ、はあ、中野さん火星とかもうあなたはこの人が下げなんですね。あなたはまだそこで、そこまで 1,2,3 と真面目にいかなきゃいけないから、ね、じゃあ僕はあの北欧の方に。ええ、それもちょっと下げになってきましたですね。そうです、北欧の方、さあ、わざわざどうですか。マウイとかオアフとかあの辺りみたいですね。一緒その辺回ってということで、今日は本当にもうありがとうございました。センセーション、今タバコに新しい気品が生まれた。ワイルドセブンスペシャルライト、ボックスタイプで新登場。チャチャーン、こえよこえよ、チャチャーン、こえよこえよ、ビップのダダン新発売。チャチャーン、帰りのモトクロスライダー、愛と怒りの東京240時間、加瀬大志、シャイナアンチクショ。白いセンセーション、今タバコに新しい気品が生まれた。ワイルドセブンスペシャルライト、ボックスタイプで新登場。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。男にはなりたくない。キャリアファッションブティックジョイ、ナンバシティ1階。